ニコシアのモスクキプロスのイスラム教は1571年にオスマン帝国による支配を受けるようになってから本格的に導入された。これ以前においては、党内でイスラム教を信仰する者はアラブ人による度重なる襲撃と略奪の際に共にやってきたイスラム教の伝道師であった。1974年にトルコがキプロス島に信仰する以前、 トルコ系キプロス人は、島内の全人口の約18%を占めており、島内全域に暮らしていた。今日、島内に住む約26万4172人のムスリムのほぼすべてがキプロス島北部に居住している。トルコ系キプロス人の社会は極めて世俗的であるが、少なくとも形式上はスンナ派の信仰を掲げている。また、 神秘的な遺産や発展に根ざしたスーフィズムの影響も見られる。ナクシュバンディ教団、ハッカーナ派の指導者であるナジーモアルクブルーシーは、ラルナカの出身であり、現在は、レフカに居住している。イスラム教は、アラブ人の侵入により、中世以前に、ティプロスで知られるようになったが、本格的な普及には1571年のオスマン、帝国による征服を待たなければならなかった。 預言者、ムハンマドのおばである、ウームハラームは、キプロス島への初期のアラブ遠征に随行したと、されている。彼女はラバから落馬して死亡し、現在のハラスルタン鉄家に埋葬されている。1974年のトルコ軍による、キプロス侵攻以降、キプロス島北部のムスリムの人口はトルコからやってきた、スンナ派が大多数を占める住民により、大きく増加した。 これらの住民の法的地位は国際法、特にジュネーブ条約の下では問題視されており、国家の人口の増減に対する意図的な変化を目的とした住民の越境の点において問題となっている。島内にはいくつかの重要なイスラム教寺院や史跡が存在している。ありがとうございます。